はいどうもマグマグマグロンと申します。はい、ただいま11月18日水曜日なんですが、まずは前回知らなかったことからいきましょう。さあ皆さん、レジェンドマッチはいかがお過ごしでしょうか。宮城常安選手でございます。常様、取ることができたでしょうか。前回ここスルーしちゃってたね。まあどうせ1週間だろうってこっちがね、そう思っちゃってるからね、こんなところ見ないよね。11月11日からなんと12月まであったんですね。なので、今現時点でまだ取れてない人もね、じっくり遊んでいいんじゃないでしょうかね。こちらね、まだ全然あるんでね、大丈夫でしたね。そんな急がなくてよかったかも。はい、じゃあこれは急がなくていいということで次行きたいと思います。じゃあこっからお知らせ読みましょうか。はい、今回のお知らせ、なんか予告なんですが面白いのが入ってましたね。12月に予定しているアップデートで、インターコンチネンタルに新規国の追加及び報酬選手の入れ替えを実施する。いや、これどういうことなんでしょうかね。ちょっとわからないですよね。12月中だそうです。まず新規はスイスとオーストラリア、マスターの方はブラジルと日本が追加されるんですが、なぜかロナルドだったのがドゥッカに変わると。で、マスターの方に新バージョンロナルドになっていると。で、変更前は平塚ローマだったんですが、今後は、外山正史、こちらはね、鹿島アントラーズので有名な、ね、本山正史選手のことでございます。外山になっておりますね。外山正史になって、逆にマスターの方に平塚ローマが入りました。これはあれですかね、この間出てきた岡田武史の方でマグは追撃あるんじゃないのなんてね、これ見よがしに言いましたよね。要はインサイドハーフだったかな、インサイドハーフでトップ下が来ないといけないんじゃないのって言ったんだっけ。なのでもしかしたらね、来ないかもね追撃ね、ここまで煽っといてね、残念ながらね来ないかもしんないねこれね。ちょっともう見てみましょうか。トップ下 B ですよね。ほら、そうだ、インサイドハーフだ。だからもしかしたら平塚ローマをインサイドハーフで起用するために変更するっていうことなんじゃないでしょうか。そうなると今の段階でロナルド、平塚ローマのプレイスタイルが変わってる可能性があるんですよね。だったらこれ12月になる前に、もし獲得していない方は変更前ロナルド、変更前平塚ローマも取っといた方がいいかもしれない。ちょっとわかんないですけどね、わかんないんですけれども、もしかしたらプレイスタイル変更になってる可能性もあるので、一応獲得した方がいいんじゃないかなっていう感じがしますね。持ってない人はね、ロナルド、平塚ローマ今のうちにゲットした方がいいんじゃないでしょうか。平塚ローマって何だったっけ。まあ、インサイドハーフっていうプレイスタイルはまだなかった頃だからね。じゃあちょっと見てみましょう。あー、司令塔ですかね。まあ、司令塔の方がなんか、ねえ、中田っぽいけどね。パスマスター。で、しかもあれか、これ。戦術がカウンターなのか、もしかしたらこれが中央突破になるだけとか、そんなこともあるかもしれないね。はい、というわけで、インターコンチネンタル今後ね、ちょっと追加になりますね。そうかそうか、ロナルドさんも追加なんですね。そこは何に変わるんだろうね。フィニッシャーとかに変わるのかな、わかんないけどね。はい、というわけで今週のやることででん、はい、SWCC をやりましょうということで、レジェンドマッチ、このまま継続
もしくはね、リーグ戦を回して連携を強化。まあでももう今週はあるんだしね。SWCC がね。だからね、まあ、今からね、悪あがきしてもしょうがないかもしれないけど、悪あがきはできるならした方がいいかもしれない。はい、というわけで今週は SWCC やりましょう。マグもゴールドディビジョンで参加しております。年内はね、ゴールドディビジョンで行こうかな。もう一回ぐらいあるよね、多分12月に。で、来年の1月からちょっとマグのいよいよディビジョンを上に上げようかなと思っております。全戦術がね、だいたい18万ぐらいまで来たんで、まあそろそろ、ね、何かの表紙で1個上に上げようかなと思ってたんでね、一応年内はこのままでいきたいと思います。最後、星5ガチャ追加、グッドチョイススカウト。今回はベルナルド・シルバ、モウチーニョ、マリオ・ルイ、ネルソン・セメド、ブルーノ・アウベスということで、ポルトガル国籍のカウンター戦術だらけになっています。ポルトガル染めがちょっと強いかもって思ってる人なんかは意外といいのかもしれないですよね。今ね、日本代表とかアルゼンチン代表とかでやる人も多い中、まあ、こんなキワッキワのところで出られても困るかもしれないけど、どうなの、アルゼンチンでやる人が多いんだったらやっぱり対抗のポルトガルってのは案外ありかもしれないよね。もしくはね、今後のために引くっていうのもいいんじゃないでしょうか。じゃあちょっと一個ずつ見てみましょう。はい、じゃあまずブルーノ・アウベスはスーパーサブ持ちですね。小当たりっていったところじゃないでしょうかね。ネルソン・セメド、ネルソン・セメドって移籍しちゃったんだっけか、確かね。バルセロナもね、ちょっとどうなのか分かんないけどもね。で、これは付加価値がついてますね。マークが特大アップ。スタミナを大ダウンさせる。まあ、1体ですけれども、悪くないんじゃないでしょうか。マークです。これも当たりと言っていいんじゃないでしょうか。左サイドバック、マリオ類。マリオ類では他にもね、無料で引いてる人もいるので、もしかしたらね、これで、溜まったマリオ類を使って、ごとつっていうこともできるんじゃないでしょうか。そしてこちらにもスーパーサブ。ジョーカーではないとしても、ね、小当たりみたいな感じにはなるんじゃないでしょうかね。ごとつできればね。はい、ボランチはモウチーニョ。こちらは、付加価値付き、シルキーパス。パスがダイアップ。味方のパスとトラップもダイアップ。ということでね。今回は、ガチャの中でも、あれですね、ちゃんと、能力の高い選手がちゃんと来てますね。そして最後は、ベルナルド・シルバ。シチズンズのマジシャン。こちらはブレイクドリブルがあります。これも対象1人、スタミナ大ダウン。ということで、こちらも当たりになっておりますので、意外とこれは5人とも外れはないっていう面白いガチャになってますね。まあ、引かないけど、しかもね、10% なんで、ね、2% の日本代表ね、より全然こっちの方がいいんでしょうね、本当はね。ただね、やっぱり日本代表はロマンよ。ね、まだ70連しか引けないか。そうか。まあ、あれから1週間経ってるから、まあ、そんなもんか。70連か。全部で、結局、何連になってんのこれ。320とかなんだっけ、忘れちゃった。320ってことは、160で2回で分けるか。ってことは、じゃあ、今週の3連休でも多分、このガチャはまだ引けないね。一気に引きたいので、160まで溜まったら引きたいと思います。一旦カット。あ、一旦カットじゃないや。今何分経った？ 9 分。実はですね、前回、もう今ここにはないか。前回、なんか中途半端な無料60連っていうのが来たんですね。いつもの人たちです。よく無料280連とかで来るタイプの、選手たち 何十人っていう選手たちが 2% で、出たのが60連で来ました。たった60連できっとこれもう一回続くよって言って来週来るんじゃないんですかなんて言って来たのが日本代表ガチャの方だったんですよ。なので実際ただの60連で終わった変なガチャがあったと思うんですが、そちらを引いておりますので、こっから先申し訳ないんですが急に、無料60連ガチャ、先週の日曜日か土曜日かに引いたそちらをここで挟ませてください。今日はネタがないの。というわけで
そのガチャの模様をどうぞ。はい、どうも。今回はもしかしたら、普通の通常の回に混ぜるかもしれません。その理由はこちら、 2.5 周年記念ミッションチケットスカウトの第2弾が入っておるんですが、60連しかないので、もしかしたらね、ちょっとね、次の動画が SWCC とかだから意外とお知らせ情報が少ないんではないかと考えて、これを混ぜたいと思います。60連でございます。今ね、もう日本代表とかも来ちゃうからね、ちょっとこれどこに混ぜようかね、ちょっとね考えてたんですが、ここに混ぜることになると思います。今のところマグが欲しいのはデヘア、新デヘアをね、ご突したいんでね、やっぱりちょっとデヘアの存在まだ必要になってきました。その他の選手にとってみたらスモーリングぐらいですかね。あとは別に誰引いてもいいです。ただ提供割合 2% なので一人も来ない可能性が高いです。なので今回雑談会でいきたいと思います。さあ、サクサク引きますよ。引けなくてもね、あの電源切ったりとか余計なことはもうせずね、いきたいと思います。おそらく1個前のね、ガチャ動画が恐ろしいガチャ動画になってるはずなんでプロ意識が高い、こんなんじゃ星が来ないね。1個前がね、多分ひどい動画をお見せしてると思うんですよね。なし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 だったと思うんでね、あれのパターンでいくと、この60連で1体引くかどうかってのは難しいですよね。 2% ですから、ね、1体出たら普通だもんね。出ない可能性の方も高いという、そういうガチャになっております。なのでね、星5の説明はほとんどできないと思うので、今回も雑談会でいきたいと思います。今のところね、マグのチームで、ご突できそうな選手っていうのが、さっき言ったようにね、デヘアがね、やっぱり新デヘアをね、ご突したいんで、旧デヘアをどうしようか今ね、考えてるところなんですよね。どうしようかな。新デヘアをね、なんとかちょっと物にしたいですよね。で、今回の、メンバーとかで言うと、まあ、アーセナル系がね、結構多いんでね、そこら辺引いてくれたらいいかな。セバージョスとかも入ってたし、ムスタフィーとかも入ってたんでね、そこら辺をご突できたら、ね、マグの、まあ、ロマンタイプの獲得ですよね。もう、ただ、他の人たちが引いても何とも思わない選手ですけれど、マグが引いたら喜ぶっていう、そういうタイプの星子になるんでね。今のところ、だいたい全部引いてるけれども、ご突はできないのかな。でも、セバージョスが今2体か。はい、というわけで、あ、でも、星4個だけ来てくれるのは、ゴールドコインになるので、全然いいです。星4いっぱい行きましょう。はい、じゃあもうサクサク、次行きましょう。そうね、結構前からこの無料やってんだけど、スモーリングをね、毎回欲しい欲しい言ってるんだけど、なかなか出ないんですよね。スターチャレンジで使うイングランド代表染めの方で結構使えると思うんで、スモーリング5突は大きいんだよな。ね、もしかしたらね、今回の動画になるかな、あの無料280連で取ってコツコツ獲得してきたあのイオビをね、おそらく5突できてると思うんでね。あ、5突できないんだ。イオビをね、覚醒させてないんですよ。だからね、あのただ5体揃ってるんで、いつでも5突はできると。今はね、ちょっと常様を早く覚醒させたいんでね、アリーナリングはそっちに使っちゃうんで、イオビに使ってる余裕はないんですけれどもね、かわいそうに。まあ何かしらレギュラーになるかもしれないから、 SWCC には間に合わせたいなとは思うんですけどね。今この動画が多分 SWCC の方の回と一緒に混ざると思うんで、その頃にできてればいいな。ちょっとね、事前に引いております。これは日本代表ガチャのね、話をして更新した次の日にやってるんでね、今土曜日でございます。なのでね、ちょっとね、この間45分、ちょっとだいぶ長い動画をね、皆さんにお伝えしてしまったんですけれども、いかがだったでしょうかね。やっぱりね、あの時代はね、マグロの世代ドンピシャなんでね、ついつい語ってしまうんですよね。ただ岡田武史ありきで今回話がね、進んでこうなってると思うんですけど、1個前のね、ドーハの引きは出さないんでしょうかね。ああ、今度はなんか反動で少ない。
お、これは一体も引かないパターンがちょっと垣間見えておりますけれども、いかがなんでしょうかね。ぜひ一体はお願いしますよ。確保してくださいよ。ぜひね、一体ゲットさせていただくと、この動画も彩りが変わってくるんでね。なし6回をお伝えするのはちょっとさすがに忍びねえ。まあね、やっぱり今言ったようにね、ドーハの悲劇もね、ここまで来ちゃうとね、やっぱり出してほしいかな。だからね、今回の動画の中では、まあ、フォワード陣、あの有名なフォワード陣も入っていなかったし、トップ下の選手も入ってないんですよね。なのでね、やっぱり出てくるんじゃないかな。まあ、中田追撃はね、ちょっと可能性はあるかもしれないんですが、そっちよりも、やっぱりラモスさんですよね。ラモス・ルイはちょっと出してもいいんじゃないかな、なんてね、思ってるんですけれどもね。おお、来た、タフガイで来ると思わなかった。あ、でもよかった。これでなんとか格好はついたが、あまり欲しくないイリチッチェ。ね、おそらく売却でございますが、ね、一応格好はついた。よかったよかった。よし、引いたぞ。星5を引いたっていう、それだけでもういいですよ。あとはね、もう 2% は日本代表の方に使っていただいて、なるべくこの 2% を取っときたいよね。一体どれだけ引けるんでしょうかね。2% ガチャはね、地獄ですからね。そうそう引かないのは分かってるんでね。まあでも、あれですよね。もし、ドーハの悲劇も出していただけるとするならば、まあ、出るか出ないかは別としても、出ても来年になっちゃうかもしれないけどね。はい、というわけで、1体確保、30連で1体確保、ありがとうございます。さあ、あと残り30連、なしになる可能性、大いにありますが、やっていきましょう。まあ、そうなると、まず、ゴールキーパーは、やっぱり川口のね、川口のポジションを奪った、松永さんなんかね、出てもいいんじゃないでしょうかね。平田か、ちょっと違うね。やっぱりディフェンス、東証柱谷哲司。やっぱり、柱谷さんも必要ですよね。やっぱ柱谷っていうとね、ベルギーのイメージあると思うんですけど、日産自動車サッカー部だったんで、伊原とね、同じチームだったんでね。J リーグで移籍してきた人なんで。だからね、ちょっと柱谷さんがね、と伊原で組んでいたあの、ドーハの悲劇のセンターバックコンビ、最強でしたからね。まあ、伊原をこき使ってたってのはなんか、有吉で言ってたけれども。ね、柱谷哲司が今ゲームをやる時代ですよ。ねえ、本当に。あんなに面白い人だとは思わなかったな。すごい怖い人なんだと思ってたからね。で、あれか、右サイドバック堀池、左が勝也なんですけど、ちょっとね、足にね、ボルトが入ってて、試合には出れなかったんですけどね、やっぱり津波さんもね、カード化して、カード化じゃない、星5でもいいかな。でも、サカツクではね、多分ね、津波って名前でね、架空選手で出てきますよね。あれはね、結構ね、マグはね、家庭用サカツクでね、津波さんは結構使ってるんですよね。出てきたらなんか取っちゃう。あとはボランチは吉田森安か。ある意味、森安を選手として出すチャンスですよね。森谷さんがね、もし何かあったらまずいですもんね。何かあったらって何があるんでしょうか、わからないですけどもね。うわ、星音も少なーい。星音はいっぱい出てほしい。さあ、あと20連。で、まあ、トップ下はやはり、カリオカ、ラモス・ルイですよね。ラモスさんはちょっとね、出してほしいかな。あの時、他に誰がやってたんだろうね。今ちょっとメンバーを見ると、あ、沢登りですか。まあでも沢登りはまだ若かったからね。あ、でも控えいないんだ。沢登りだけなんだ、トップ下って。まあこれは、まあもうラモスありきで組んでたから。ねえ、まあ、できてキーちゃんとかだもんね。で、フォワードに関しては、結構、あれなんだ。ハンスオフトの時の代表でもフォワードこんな連れてってんだ。だから岡田武史の時もね、ちょっとフォワードすごく多かったのは、おそらくまあ J リーグの創世期ですからね、フォワード陣が一番活躍するっていうのもあったかもしれないね。ちょっと、みんなね、やっぱりゴール決めたかっただろうしね。
ドーハの悲劇の時はね、3トップ、センターが中山、右に長谷川健太で、左ウィングが三浦知良と。ね、まあ、カズがね、フォワードのイメージ強いんですけど、サントス時代はね、あの、左ウィングの人なんでね。だまあ、カズが、ストライカーとしてフォワードで出てるのは、あの、ヴェルディ川崎。あの時に、カズ武田の2トップにしてから、まあ、センターフォワードというかね、そういうポジションをやったと。そういうことなんですけどね、実際ね、左ウィングなんですよね。左ウィングでボールを持ってカットインして中に入り込んで、あの有名なマタギフェイントですよ。ヒョ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 ヒってやるやつね。あれで、こうね、あのマークしてきた対戦相手にカットインからのシュートなのか、それともえぐって縦なのか、この究極の二択を迫る、それが三浦知良。ね。なんかね、ストライカーのイメージがね、ちょっと強いと思うんですけどもね。あのマタギフェイントもね、J リーグ始まってからあんまり、なんか、聞かなかったね。あれこれ出る。おーっと、2体目来ました。ありがとうございます。誰でしょう。もう、グラムはいらない。これはきっともう、全部売却、ごとつさせないと思う。ペロッティいるんだよね。まあでも2体か。まあまあまあ、60連2体はね、多い方だよ。多分、この間の、なしだらけのね、あの、借りを返してくれたんでしょうね。で、フォワードはね、結構連れてってるんですよね。福田、武田、黒崎、高木。いや、多いわ。こんなに連れてってたんだね、フォワードね。まあ、高木はわからんでもないけどね。でも、福田、武田とか、長谷川健太とか、これはちょっと、なんか多すぎる気するけど。黒崎はね、中盤もできるから、まあ、重宝するでしょうけれども。こんなにいらないよね。まあでもこんなにフォワード連れてってたんですね。まあ当時中山は J1、あ、J リーグじゃなかったからね。まだジュビロ磐田がね、多分2部だったんでね。2部でスキラッチとツートップっていうのは恐ろしいけれども。はい、というわけでね、前回がジョホールバルだったんで、今回ちょっとドーハの悲劇のお話させていただきました。もしかしたらね、いつか、ドーハの悲劇のメンバーが出るかもしれないんでね、その時はね、ぜひラモス取りたい。そしてまたやっぱり権利系の問題で三浦知良は出れないんでしょうか。もういいですよ、三原和義で。なんだ、レジェンドマッチ三原和義あるかもしれないよね。ゴン中山とかもダメなのかな、やっぱりまだ。ね、中山雅史でちゃんと出してほしいよね。やっぱりね、架空じゃなくてね。中山雅史の架空ってなんかあったっけ、覚えてないな。はい、というわけで、今回は60連で2体ゲットしました。おそらく通常のお知らせを読む回に混ぜると思います。多分締めの挨拶はそっちでやってると思うんで、ここはここで切りたいと思います。それでは本編へどうぞ。はい、というわけで、皆さんはあの無料60連のガチャいかがだったでしょうか。まあ、マグはね、ちょっとね、狙っている選手がなかなか来てくれませんね。ただ、デヘアはどうしようっていうのはね、未だに悩みの種でございます。はい、というわけで、無料60連でした。いつになるかわからないけれども、日本代表ガチャはおそらく何かしらの土日に出されると思います。今後あれなのかな ?1 日20連ずつチケットが来ちゃうんだったら案外160貯まる?無理だね。ちょっとわからないですけれどもね、ちょっと、土日とかに引ければいいけれども、多分無理かな、今回の3連休はね。はい、じゃあ今回 SWCC があるんですが、まずは、あ、そうだ、今回の3連休はあれだ、SWCC の結果を発表するんだ。だから11月22、23、あ、休みがあるからね、どちらかで、もしかしたら、ゴールドディビジョンのマグの結果をお伝えする、そういう動画が上がるかもしれません。で、じゃあマグが今回やる、メンバーはこちらになってます。今回あれなんだよね。中央突破しか新監督が来なかったので、そちらしか変わりません。なので、他3つの戦術はガチでいきます。で、今のところね、マグが全部の監督、もう一度ね、改めて、お任せでね、選んでみたところ、数値が一番高かったのを採用してます。で、フォーメーション崩れでいきたいと思います。まずカウンター、ちょっとなんかあのミヨーンと矢印が伸びるところが見たい。こんな感じ。フェルナンドス監督になっております。あ、
先日の名前が並ばないんだ。ちょっとそれやーね。141,833ということになっているんですが、こちらも後半からこうなります。まず、ドンナルンマ、ボクツ。これでフォーメーション。インペラドール・イモルタルが完成で、インザーラをここに入れる。こんな感じでしょうかね。一応、スーパーサブのインザーラがミューレンよりも上回るかどうかは別として、これでやっていきたいと思います。ロナウドとメッシがいるからね。まあ大丈夫なんじゃないでしょうか。前回と大きく変わった点は、やはりボランチのパレです。この間のアルゼンチンガチャで、突つできたので、このパレですが、今回のキープレイヤーになるんじゃないでしょうか。デモリッシュタックルは、ミッドフィルダー全員のスタミナを中ダウンさせるということで、今回ね、パレデスに全てがかかっている。ね。よろしくお願いしますよ、パレデスさん。活躍してね。で、こういう風になってます。18万まで、盛ります。じゃあ次、サイドアタックはこちら。ミクレス監督でございます。オランダでね、なるべく染めたいんですけどね、ラーソンとかが入ってきてますね。で、こちらも、先ほどのパレですが、こう、ニュアンと入ってきます。こういう風に入ってきます。で、ジーナビルで17万4千まで、盛る。そういう感じになるんじゃないでしょうかね。はい、次。次も、フォーメーションを崩しております。こちらの場合は14万5900なんですが、またパレですが出てますね、試合に。こちらは、テフォーが入ると、オスカナリーニョスが追加されて、まあ、ロームさん。ロームじゃないな、ここ。確かケディラ、ゼルドフとケディラが交換かな。で、イカルディに変えてロナウドと。こんな感じになっております。メッシ、ロナウド、ネイマール。恐ろしい3トップ。まあ、こういう風になっております。で、最後の中央突破に関しては、今回順番なので、スカニーレ監督のレイデラスを使わせていただきたいと思います。3313みたいな感じのフォーメーションにちょっとね、いじってあります。まずはね、5バックやりたくないんで、すべての戦術、ポジションエディットで、アンカーの選手をね、ど真ん中、組み込んで、5バックにするっていうのがどうもガチ勢の流行りなんですが、基本的にはね、マグはフッティッサでもそうなんですけど、ゲームを攻略するためのフォーメーションで強いと言われているフォーメーションをマグは採用しない傾向にあります。やはりね、実際のサッカー感から外したくないっていうただの自分のロマンでございます。なので、おそらくそっちが勝つんだと思うので、もし、勝ちたいという方はね、ぜひその5バックやってみてはいかがでしょうか。マグはね、どうやってもやっぱりね、リアルサッカーから離れられない人なのね。攻略するんだったら、ね、5バックにした方がいいと思います。それは、皆さん自分のね、サカツクに対する何を目的とするかによって変えたらいいんじゃないでしょうか。マグはね、遊びたいっていうだけ。ロマンに忠実なタイプ。そんな感じでやっていきたいと思います。ここは、フォーメーション崩せませんでした。やっぱりね、この間のアルゼンチンの選手たちを使いたいというのが、欲求がね、やっぱりあってね、こうなりました。トップ下だけはちょっとヘンダーソンになってます。でね、やっぱりバティスータど真ん中に。いや、やっぱね、サネッティ欲しかったね。星4サネッティになっちゃった。でもちなみにキャプテンはヘンダーソンです。はい、じゃあここもいじります。センターバックはマルディーニ。マルディーニは結局全戦術出てんな。で、右はウォルコット。そして、この中ではね、イカルディがちょっとね、付加価値が弱いんで、ここはクリスチアーノ・ロナウドで、盛ります。こんな感じで、16万9000ということでね、そんなにちょっと強くないんですけれども、これでやっていきたいと思います。ただですね、やっぱり前回やった無料280連、あれで5突できたウォルコット、試合に出る時が来るとは思わなかったなぁ。アレクシス・サンチェスも前回の SWCC でレギュラーで使いましたね。だからね、なんか新しい監督とかが来るから、やっぱりね、自分はレギュラーに使わないかなって思ってる選手も、無料で5突できたらね、やっぱり5突した方がいいかもしれないですね。はい、というわけで、これが今回のマグの SWCC となっております。さあ皆さん、SWCC 頑張りましょう。というわけで今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。はい、というわけでじゃあ、ここから先残りの AP を使いつつ、アリーナ回していきたいと思います。まあね、せめて50試合のところはね、いけるでしょう。こんだけフォーメーション崩して
ね、無理やり参加するんですから、きっと大丈夫でしょう。ではでは今回はこの辺で、また、次回お会いしましょう。じゃあねー。まず宮城からやるか、宮城から。